はい、今日も久しぶりにお昼の配信、久しぶりって言っても一昨日ぶりか、お昼の配信をやっていきます。よいしょ。ちょっと充電しなきゃなって思って、ちょっといい土台を、土台っていうか探してた。よいしょ。よいしょ。はい、皆様お昼いかがお過ごしですか。じゃあ私はね、この時間で全然言えてなかったことをちょっと話していこうかなって思うんですけど、先日私は、でもこの話してないよね、多分してないよね、多分先日私はまた岡崎東子ちゃんっていうね、ジョン・マイ・ラブで共演した女の子がいるんですけど、岡崎東子ちゃんとピューロランドに遊びに行ってきました。はい、そう、以前ね2人でピューロランドは行ってたんですけど、その時はパレードだけ見たんですよ。そうで、あんまりちゃんと遊べなかったからまた遊ぼうっていう話をしてて、先日それがようやく叶いました。でもそう、ショールームではちゃんと話してなかったなって思ったからさ。まあそう、ツイッターにはねあげたんだけど、そう、割とねほぼか、まあ、開園してから30分ぐらい経ってたけども、ほぼ開園から閉園時間までいました、ずっと。そう、で今回は2人、今回の目的は今現在ピューロランドではフラワーピューロっていうのをやってて、期間限定で、そうそう、でそのショーが見たかったんですよ。それが一個の目的で、そうで、そのショーを見て、あと仲良くコネクトっていうショーも見てっていう2つが目的だったんですけど、どちらもめちゃめちゃ楽しんで、はい、もう仲良くコネクトに関してはまあキャラクターがねたくさん出てきてくれるんだけど、もうそれが結構近かったから、もう私はずっとねギャーギャー言ってました。いやギャーギャーは言ってないけど、もう映像を撮りながらマジでやばいとかしか言ってなかった、語彙力が低すぎて。そう、終始興奮でもう変な声しか出してなかった。えみたいな、やばいやばいマジでやばいみたいな、もうねテンションが抑えられてなかったね。
基本的にね、その動画撮ってる時は静かにはしてるんですけど、静かにしてられなかった。であとはね、そのキャラ、あの整理券を買えばキャラクターに会えるキャラグリレジデンスっていうアトラクションっていうのかな、があるんですけど、そこに行って、あのキティちゃんのボーイフレンドのダニエルと、あとクロミちゃんのチケットを取りまして、並んで会いに行ってきました、二人に。そう、特にトーコがすごいクロミちゃんのこと好きで、あのほんとメロメロだったの、めっちゃ可愛かった。でもクロミちゃんのね、距離が基本的に近くてびっくりだったね。あれは私も横で撮っててびっくりしたもん。そう、いやでも本当にね、なんかキャラクターグリーティングも前より、私が前行ったのが2月とかだったんだけど、その頃に比べると結構もう距離が近くなってて、なんかちょっとずつ前のピューロランドに戻ってきてるのかもなって少し思いましたね。ファンの人と会う時もクロミちゃんツンデレなの？いや、クロミちゃんはもうあの甘々対応ですね。甘々対応してくれる。そう、そう。でもまあどうなんだろう、クロミちゃんってツンデレなのかね、あんまりちゃんと考えたことないけど、どうなんだろう。まあ、ぽいところもあるのかな。まあ、ちょっとそれはね、あれなんですけど。そう。そう、でもクロミちゃん結構自分の気持ちを正直に伝える子だなとは思うかな。ツイートとか見てたそう、ツイッターやってるからね、クロミちゃんは。はい、まあほんと簡単になんだけど、ピューロランドにまた行ったよっていうお話でした。あとはそうだね、カレーも食べて美味しかったですよ。あのねちょっと食べてみたかったけど、あんま食べたことなかったすごい色のカレー、カレーのルーが青色なんですよ、私が今回食べたカレーは。ピューロランドで、あんまりピューロランドでカレーを頼むことってそんなに多くはなかったんですよ。まあ2、3回はあるけどもっていう感じでさ、めっちゃ美味しかった。いや、あれはね、若干辛いぐらい。でもそんなにね、すごい辛いってわけじゃないけど、まあ私的には割と結構、あ、まあ本当にちょっと辛いぐらいみたいな感じですね。そう、ピューロランドにもちゃんと、まあ私はね結構辛いものがすごい得意なわけじゃないからあれなんだけど、まあまああのちょっと辛めのものもあるんですよ。そうそう、青色のカレーはね空をイメージしてます。確か空だった気がする。そうそう、なんかあれだよね、青色はあんまりその食欲をそそらない色って言うよね。
そう、それをなんかその性質を利用して食欲を抑えるみたいなのとかありますよね。ね。青いカレー食べてきたの？ピューロで？それとも別のお店であるのかな、そういうのが。まあカレーっていうと私なんかもう最近すごいチーズナンが食べたくてしょうがないのよ。あのハッツがね、あの4月30日の、まあ、4月30日と29日に春コンサートがあったじゃないですか。あれが終わったら絶対にナンを食べるんだってハッツは言ってて、私その影響ですごいなんかインスタでナンの情報を見かけるともうついついチェックしちゃって、私もなんかチーズのナンが食べたくなってきたって思いましたね。そう、あくびちゃった。あ、一人ピューロしてきたんだ。そう、あの青いカレーはあのあれかな、私が食べてたカレーだったらちょっとだけ辛いかな、もちろん甘口のものもありますけど一応辛さ表示あるんで。そうそうそう、まあ、あれはまあピューロランドの中だとちょい中辛ぐらいなのかな、わかんないけど。そう、私は結構ピューロランドでね何食べるって言われたらラーメンか、まあ、一時期あの期間限定メニューで気になるのがないなっていう時は、まあ、パスタ食べる時もスパゲッティか、スパゲッティ食べることもありましたね、まあ、でも基本的には期間限定メニューが多いね。そう、まあそんなに期間限定メニュー以外のものを食べるってことはあんまりはないんだけどね。私はどうなんだろう。そうね、基本的には期間限定メニューですね。グデタモのローストビーフ丼終わっちゃって悲しみ。そう、レインボーレストランからねちょっとピューロランド要素が、違う、サンリオ要素がちょっといなくなっちゃったのよ。まあまあ寂しくない？前にはさレインボーレストランでさ期間限定メニューあったじゃないですか。今ないからさ。そう、私はそのレインボーレストランで期間限定でやってたフラワーピューロのメニューが一番食べたかったんよ。そしたら終わってて、私が行く前に終わっちゃって、もうそれがショックでしょうがなかった。そう、あれが食べたかった。だってあれ確かあれダニエルとキティちゃんじゃなかったっけ。私結構ピックというかピックで選びがちメニューを。そう、あれダニエルとキティちゃんだった気が。キティちゃんがたまに言えなくなるの何。そう、そう、あれ食べたかったんだよね、スパゲッティ。あ、そうだ、やっぱそうだ、ダニエルとキティちゃんのピックのやつ、あれ食べたかったんだよー。ねえ、悲しいわ。二人のピックが欲しかった。
そう、前はねそのレインボーレス、なんかピューロランドの中にもレストランが3つぐらいあるんですよ。そうで、まあ1個はその1階にあるやつ、ちょっとね名前をね私もちゃんとは覚えてないからあれなんだけど、そうキャラクターフードコートね。でもう1個は4階にあるそのレインボーレストランで、もう1個は同じ階にあるまああのそれはビュッフェなんですけど、そうそこはビュッフェのやつなんだけど、そう館のレストランっていうところの3つがあって、そうそう、まあそのうちレインボーレストランも前は期間限定メニューとかやってたんですけど、今はちょっと終了しちゃっててね、そうちょっとキャラクター要素がちょっと少ないからちょっとだけ寂しいなと思いつつ、でもなんかまたね今後新しいメニューとか出るのかなとかちょっと期待はしたりしてるんですよね。そう、そうそう、また新しいメニュー始まるからね。そうピューロランドはもうねずっと定期的にあの期間で、まあでも私ピューロランド以外の遊園地あんま行かないからあれなんですけど、そうまあ本当にずっと期間限定の何かをやってるんですよ。で今度はそのキャンプのなんですよね確かピューロランドは。あうちそう話関係ないんだけどさ、チルタイムな、チルってどういう意味なんでしょうね。そうたまにあるじゃんなんかチルタイムって、チルって何ぞやってなっちゃうよね。あそうこれねピューロランドキャンプメニュー、私ねプリンの海鮮チゲラーメンが美味しそうだなって思ったら激辛チルホットって書いてあるの、激辛らしくて、その激辛の具合によっては私食べられないって思ってさ、私がチルタイムの意味を調べればいいんだ。チルタイムの チルタイムとはゆっくりと落ち着く時間。へえへえへえって言った。チルタイムのチルはチルアウトから来ています。チルアウトは英語で落ち着く、ゆっくりするという意味で使われており、そのような時間のことをチルの部分からチルタイムという造語にして使っています。なるほど、造語なんだ。チルタイムって使ったことないんだよね。みんな使う？チル。チルタイムって日常で、私は使わないね基本的に。
でも最近なんか出てきたことない、チルタイムって言葉。そんなことない、私なんかすごい最近出てきた感すごいんだけど。そう、なんかここ2年ぐらいで流行り始めた感する。でもまあチルタイムってあんまり使う人も見たことないけどね。私エモいほど使ってる人いないよね。なんかエモいもさ最近流行り始めてない？ここ2年ぐらいで。でも私はあんまりエモいがよくわからんけん、あんまエモいっていう言葉を使わないようにはしてるんですよ。そう、でもエモいに関してはなんか使ってる人がどうこうというよりかは自分が使わないようにしてるっていうだけなんだけど。そう、まあたまに言っちゃうけどね、エモいとかとそう、でもあんまり使わないようにしてる。自分は分かってないから使えない。ああ、まあそれあるよね。私最初エモいってなんか懐かしいって意味だと思ってたんだけど、なんかどうもそうではないようでね。そう、よく分からんなって思って。なんだろう、なんだっけ、気分がめちゃめちゃ上がるぜみたいな時にエモいっていうんだっけ、忘れちゃったんだけど。それはなんか私最初懐かしいって意味なのかなと思ったら、なんか懐かしいではなさそうだった。そう、事務所にファンレター出せる？ホームページ見たけど書いてない。ああ、そうですね、プレゼントのこととかもあったけど、基本的には今のところ AKB48 劇場の方でも募集をしてるので、もしかしたらそちらにもしファンレター送ってくださるならそちらに送っていただけると確実ではないのかなと思っております。ああ、卒業したら多分事務所の方になると思いますよ、おそらく。そうそう、でも現段階では多分まだ劇場に送っていただけたら届きます、私の元には。多分それはまたね卒業した後とかになるんじゃないかなって思ってます。まだねそう載ってないです。
で、なんだっけ、エモいの話でしたっけ。なんかね、そう、なんだっけ、エモーショナルっていう言葉から来てるっていう話は聞いたことある。あった。でもなんかそのエモーショナルってロックな感じ、なんだっけな、だからなんかエモいって結構ロックな、なんか、うん、あんまり言わない方がね、あ、でもいろいろあるの、もしかして、エモいとは何とも言い表せない素敵な気持ちになった時に使うと、主に若者の間で浸透している造語です。まあ、やばいと一緒かな。適当。あ、でもなんかエモいの語源は音楽ジャンルの一つであるイーモーだと言われている。EMO でイーモーだって。あ、でもこれ、え、イーモーはハードコアを原点に持つ、あ、ほら、やっぱロングじゃない、ロック音楽の一種で、メロディアスで感情的な音楽性やセンチメンタルな心情を綴った歌詞が特徴。あ、でもやっぱイーモーはあのエモーショナルが由来となっているだから間違いではないな、私のさっき言ってたのは。でもまあやばいと一緒だね。やばいと一緒、でもやばいと一緒だよね。まあ、確かに。ちょっとまたね、まだね、その事務所のめっちゃ話混ざってる。プレゼントのこと分かんないけど、でもあれかなって思ってるんだよね。ファンクラブのさ、お知らせ出た時とかに一緒に出るんじゃないのかなって勝手に思っちゃってるね。またそれはまたごめんなさい、聞いとくねっつって全然聞いてなかったら聞いておきます。でも今の時点では劇場に送ってくださったら確実に私の元に届きます。そう、ヤバいもなんかテレビで見たんだよね、ヤバいの語源を。ちょっとでもなんかなんだっけな、結構昔の話ん、結構昔からん、なんか語源たどったら結構遡るみたいな話は聞いたことある。前にね、だいぶ前にテレビで見た、うんと1年前とかそのぐらいの時ですね。そうそう、じゃあ話変わってお昼なのでこの話をしましょう。みんな今日お昼ご飯何食べるの？もしくは何食べました？オムライス、油そばいいな。私油そば食べたことないんですよ。食べてみたいなってずっと思ってて、でも食べたことないんだよね。カレーナウ、何カレー、何カレー、カップ焼きそば、久しぶりに牛丼、吉野家行きたいな。でも私ちょっと気になる牛丼屋さんがあって最近知ったんですけど、でもそれがあの千葉とかにしかないらしいんですよ。あれって思って、ちょっと千葉まで行かなきゃいけないかも。惣菜パン、あ、何パン？
気になる。惣菜パンっていいよね。野菜スープのみ。あ、そうなんだ。吉野家の麦とろ牛丼美味しいよ。美味しそう。あ、今日もお弁当。今日は卵焼きとアスパラ巻き。いいね。味噌焼きおにぎり。いいね。春雨スープと酒茶漬けとサラダチキン。いいね。私どこだっけ、あの唐揚げ丼がある吉野家でしたっけ。あそこがすげえなって思って、唐揚げっていいな、食べたいってなりましたね。そう、ホイコーロー定食美味しそう。そう、油そばね、食べたことなくて食べたいなって思ってるんだよ。あとつけ麺もね、食べたいなみたいな。最近ね、麺類はその2つがね、食べたいなって思うことが多いですね。まあ、麺類をなかなか食べにはいかないんですけど、まあ、昨日はね、私イカの唐揚げを食べて、ちょっと揚げ物食べたい欲を満たしました。それで、ちなみに今日は鮭です。やった、もう鮭大好き、本当に好き。鮭の塩焼きがマジで好き。私はシャウエッセン、いいね。シャウエッセン、あれは待って、毎回ウインナーとソーセージの違いをね思い出せないんだよね。毎回ね思い出せないじゃない、毎回忘れる。調べます。今日も調べましょう。ウインナーはひき肉に調味などをして腸などのケーシングに詰めたものの総称。違う、これソーセージだ。ウインナーは正式名称がウインナーソーセージで、ソーセージの中の一種であり、はい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 、羊の腸や直径20ミリ未満のケーシングに詰めて加熱したもの。だからパスタの中のスパゲッティと一緒か。だからシャウエス、まあウインナーか。ウインナーってさ、いろいろ種類あるじゃん。みんな何のウインナーが好き？シャウエッセンとかコークンとか、あのなんだっけ、あ違う、名前が思い出せない。なんとかなんとか何だっけ、なんとかなんとかバントみたいな名前。あ、え、あ、あ、アルトバイエルンだ。アルトバイエルンとかいろいろあると思うんだけど、そう、みんな何のソーセージが好き？違う、ウインナー、ウインナー種類で調べよう。ウインナーメーカー、メーカー、メーカー、ウインナーメーカーで調べよう。私もね、基本的にウインナー、あのウインナーとかハムを食べることはほとんどないんだけど、なんかたまにね食べたくなるよね。ちなみに昔だったら私はシャウエッセンってございますね。え、でもなんか今見たらジョンソンビルのオリジナルスモークとか美味しいな、そうだな、美味しいなじゃない、美味しそう。でも私こういうのも結構好きなんだけど、私あれ好きだったんだよね、赤いウインナー、あのよくタコさんウインナーに使われるウインナーあるじゃないですか、あれ好きなんだよね。そう、ジャンルが変わるけど魚肉ソーセージいいね。魚肉ソーセージって美味しいよね。ウインナーにこだわりない、何でも好き。あ、いいね。
粗挽きポークが最近好き。それね、あんまり食べたことないんだけど、はっきり言ってあんまり違いがわからないまあそういう方もいらっしゃいますね。シャウエッセンはゆで焼きがうまい。そうなんだ。もう大体私もうそのままペッて食べちゃうから、たまに焼きウインナーとかあるけど、茹でることってあんまないんだよね。そっかそっか。でもたまにちょっとさ、高級ちょっとお高めのウインナーとか食べたらさ、幸せを感じるよね。そう、でも基本的にはウインナーもハムも食べないね。昔はハムよく食べてたけどね、あの伊藤ハムのハムとかじゃなくて、なんかポークハムみたいな、難しい、ポークハムじゃないな、違うな、ああいうの なんだっけ忘れたな、ちょっと忘れましたけど、そういうのをお菓子おやつに食べてた。そう、私はね、昔おやつに食パン2枚とか全然食べてた。あの頃幸せだったなやばいよね、あの頃幸せだったなって言い方変だよね。なんか今がまるで幸せじゃないみたいな言い方してるけど、そう、まあ今考えるとね、だいぶびっくりするけどね、本当に。そう、でもそんなね、私食パン本当に好きなんですけど、まあ結構愛媛県の銀天街とかには高級あの生食パンとかそういう食パン屋さんいっぱいあって、で私は最近魔法はいらないっていう高級食パンのあのなんかメロンの道後メロメロメロンっていう食パンがめっちゃ気になってるの。でもね、いつもね買わずに終わってしまうから、なんかな、たまには買ってみたいんだよね、こういうの。ただパンを食べなくなっちゃったからな。そう、そう、このね魔法はいらないってお店で買ったことないんですよ、食パンを。買ってみたいんだけど、そう、何枚切りが好き？私は6枚が好き。まあ好きっていうか一番よく食べてたのは6枚です。あん食パンおすすめします。マジで好き。あの結構薬局でアントースト売ってて、それを切って焼いて食べるのがマジで好きなの。好きなのっていうか好きだった。一時期ね、高校生ぐらいの時はね、もう朝ごはんそれだったから。そう、マジでね、あん食パンってなんであんな美味しいんだろうね。そう、本店が道後にあるんですよ。そうそう、でもね、そう、パンを食べなくなっちゃったからね。そう、最近はもうずっと、もうここ2年ぐらいはもうずっと、嘘かな、でも大体ご飯、大体ご飯ですね。でも最近ね、パン食べ放題とかマジで行きたいなって思うことが多くなりました。はい、最近私の中でこれが食べたいなっていうものがいろいろあって、まあ例えば韓国料理がちょっと食べたいなみたいな、まあチーズが食べたいんでしょうね、チーズがいっぱい入ってるやつが食べたいんでしょうね。
まあ、韓国料理とか、まあ、中華料理、まあ、餃子とかなんですけどもそうだし、唐揚げが食べたいなって思うこともあるし、と思ったらパン食べ放題行きたいなみたいな、まあ焼き鳥も食べたいみたいな、そういう感じなんですよ最近は。まあそう、焼肉はもういつでも行きたいけどね、毎日は嫌だけどね、さすがに。そう、はい、まあなんかどっかね一人で行ってみたいよね。私一人回転寿司とか行ってみたいんですよそう、あ、でもそう、一人回転寿司もいいけど、一人鳥貴族も行ってみたい。めっちゃ一人鳥貴族ってめっちゃトリトリ言ってるね。そう、あ、そう、一人焼肉も行ってみたい。結構ね、ファミレスは一人で全然行けるんだけど、なんだろう、大勢で、まあ、それこそ、まあ、焼き鳥貴族はそんな大勢じゃないのかな。でもまあそうか、そう、焼肉とか回転寿司とか、まあカウンター席もあるけど、大体テーブル席もあるような、まあ大体そのどのお店もそうだと思うんだけど、私の中で大人数で行くようなイメージのあるお店に一人で行ってみたいなっていうことがあるね。いつかね一人焼肉行ってみたいなって思いました。あー、一人飲みは無理だね。だってお酒飲まないんだもん音符付き七瀬 YouTube で7センチ、あの飲まなくても大丈夫なら、食べるだけでもいいなら全然一緒に行く。そう、全然一緒に行く、食べるだけでいいなら。なんだっけ、前に七瀬に聞かれたな、ルンバって飲むのっつったら、あ、飲まないよっつったら、あだで、それで周りの人がじゃあ7センチ無理だねみたいになっちゃってたから、もう食べるだけでいいなら私は行くよ。むしろなんか行きたい食べるだけなら行きたい。居酒屋さんのメニューってめっちゃ美味しいじゃないですか。ただやっぱお酒を飲まない人が居酒屋に行くのって、まあまだチェーン店とかならあれだけどさ、個人営業のところだとさ、あれじゃん、まあ、それこそワインバルとかあるじゃん。そこもなんかちょっと飲まない方一人とかちょっとご遠慮させていただき、いただいていましてみたいなお店もあるじゃないですか。そういうとこに行けないんだよね、ご飯が美味しそうなのに。そう、美味しそうに食べそう。あ、でも私はね、結構結構じゃないけど食べるねと言われるから、そう、まだね、チェーン店とかだったらまだ行きやすいのかなとは思いつつ、まあでもなんかそういうところってやっぱお酒飲む人とじゃないといけないなって思って、なかなか一人で行けないんだよね、飲まないから、興味もないし。そうそう、っていうこともありますよね。さ、じゃあお昼の配信はね、ちょっとここら辺にして、私もそろそろご飯を、お昼ご飯を食べたいなって思います。夜も配信するので、よかったらね、そちらも見に来ていただけたら嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から、13位ソランさん、12位りょうさん、11位夏目さん、10位がオーピノさん、9位がヒーさん、うん、合ってるね、8位がマモルンさん、7位カラスのカーコさん、6位トシ君さん、5位ママさん、4位川端真嗣さん、3位ロミツさん、2位プレジョンさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、それじゃあみんな夜配信もあるから、あの755でお知らせするので、よかったら来てください。ありがとうございました。またねー。